できたよ。私も準備 OK だよ。このひかりちゃんやたら酒をめっちゃつぐんですけど この準備してる間 で、準備が終わりましたら、こうしてこの後、まあ乾杯って軽くするような感じの体験になります。ここに置いとくか。まあこんな軽い乾杯ができますと。一日の疲れも吹き飛ぶね。ムード変えちゃおうっこうしてお酒を飲んだ時はちょっと上機嫌になりまして これ今回こういった家電を家庭操作するっていうのをちょっとやってるんですけど、この飲み物とだったり、その日によってちょっと気分が変わって反応が変わるような仕組みっていうのを作ってみます。で、実際ここからもう実際ユーザーも一人でお酒を飲みつつ、ちょっとひかりちゃんが横でお酒一緒に飲んでるような二人で楽しむっていうような体験もできるんですけど、この時にちょっと話しかけて、会話